カウ TV がお届けします香港社長室101、今回は谷垣大輔さん、ご存知の方も多くいらっしゃると思います、ご紹介させていただきますと、アメリカのハリウッドのハリウッドハイランドと呼ばれる巨大な施設ですね、ハリウッド、アカデミー賞が、行われる表彰会場を含むハリウッドハイランドの、建設設計を、任された7人のデザイナーのうちの1人に選ばれた、もちろん日本人としては初めて、そしてアジア人としても初めて選ばれたというこの谷垣大輔さん、たまたま今回、ビジネスで香港にいらっしゃってたということで、我々カウ TV と、本当に、ある、方のご縁で、インタビューさせていただきました。今回インタビューどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでインタビューをお届けします。どうぞ。谷垣さんは今、日本とロサンゼルス、それからインドのニューデリー、それからバーレーン、中東ですね、はい、を股にかけた、建築のお仕事をされていると、ね、はい、非常にそのワールドワイドに仕事されているということなんですが、もう大元のもと19歳のまだ日本にいた頃からその歴史が始まっているというふうに伺いました。歴史ですか、はい、話を聞かせてください。まあ簡単に言うとですね、はい、典型的な日本人でして、うん、でまあ高校をこう行きながら、はい、要は一生何をやっていいか分からなかったんですね、はい、で何をやっていいか分からなかったっていうのは変な話、例えば中学校から高校に上がるときなんで学校に行くのって言うと、うん、いやそれは高校に行かなかったら大学に行かなきゃいけないよ、はい、でじゃなんで大学に行くのって言うと、大学行かなかったらいい企業に入れないよと、うん、で当たり前のようにしてこう考えていたんだけども、うん、で例えばじゃあよく言う世の中何になりたいのかって言って文系、はい、理系に分かれていろいろアンケートをやったりとかして、はい、で本当に人生が嫌だとかっていうことではなくて、はい、何がやりたいか分からないっていうのはいろんなことがしたかったんですね。いろんなことがしたかったんですよ、はい、でもうスタントマンになりたいとか、はいね、はい、なんだろうな、刑事になりたいとか要は本当にこう典型的なボーイは少年で、はい、かっこいい人になりたいとかね、もうそういうことですよ、はい、である時に、はい、昔からこの海外っていうのはやっぱし、憧れてはいたんですけども、うん、ある時ちっちゃな、ちょっとしたオートバイの事故になりましてね。事故、はい、19歳の時ですか。19歳ね、はい、で、オートバイでこう、ちょっとトラックとこう正面衝突して、はい、でいろいろこう、生死を生死をさまようですか、はい、というような感じの経験をしまして、はい、でそういったらおかげさかもしれないけど、で最終的にはこうちゃんとリハビリしてこう、生き残るというか、はい、ちゃんとこうなんていうのかな、生き延びたわけですね、リトリートするわけですよ、はい、で何ヶ月間経ってある日駅ね、もうオートバイはもう廃車でないですから、はい、歩いて行ってたらね、はい、なんていうの、お畑でね、おばあさんがね、はい、こういうふうに、ね、こう畑仕事をしてたんですよね、はい、でね、これちょっとなんでこう涙もなってきたんだけど、はい、今でも思うんですけど、あの時に本当に涙が出てきたんですよね、はい、おばあさんの畑仕事を見て、うん、ね、これはちょっとまずいな、はい、その涙が出てきましてね、で、どういうことかというのを考えると、やっぱり生きててよかったと思ったんですね。当時は自分勝手な生き方をしようっていうふうにフレーズを自分で使ってたんだけど、今考えるとやっぱり自分らしい生き方をしたいなと思ったんですね。でその時に唯一本当に10代のガキですよ、が思ってたのが本当典型的で、当時はね、英語をしゃべるようになりたいなとか、当時はアメリカっていうような国がすごく大きかったので、そのアメリカ映画とかね、はい、トップガンとかさ、はい、バックトゥザフューチャーとか、はい、あ、かっこいいな、海外なんか行ったこともないし、うん、で白人っていう人たちを見たら、あ、みんなアメリカ人と思ってる、そういう感じの人ですよね。で、が、あ、でもね、もしこれが死んじゃったら何もないんだから、とりあえず自分は英語とか喋りたいし、アメリカかっこいいなとかと思ってたので、うん、アメリカに行きたいっていう、はい、でも初めは正直ちょっと遊学的な感じで行ったんですよね。だから本当単にただアメリカに行きたい、英語を喋るようになりたいって、要はいろんな人といろんなことを喋りたいっていうのがあって、友達ができたいで行ってみて、やったらそんな大したことはこんな簡単なことではなくて、当然大変で、イエスノードッグから始まって全然できないんですけども、そうやりながらいろいろこうなんていうのかな、
遊学的なことをしていたんですけども、うん、ある日こう遭難っぽいことをしてしまって、要はインディアンレゾベーションに入ってしまったんですね。インディアンのエリアに、まあ、あの彼らの村にこう勝手に入るわけにいかないわけですね、はい、でまあ、捕まってはないんですけど、こう、まあ、とりあえずこう呼ばれたと、はい、インディアンですか。はい、まあ、インディアンの酋長さんといっても、はい、あのジーパン履いて普通の T シャツなんでしょ、はい、普通のね。でも、まあ、はい、あの方が、はい、と友達になりまして、で一体何をやりたいか僕はまだ分からないと、やりたいことがいっぱいあるぞと、うん、あの彼がじゃあ実は僕がやってるのを見せてあげようっていう話になって、はいはい、見せてくれたのが、実は彼はそのインディアンの中ではまあ建築家と呼ばれる方で、建築家っていう単位はないんですけども、はい、そのまあ創造者であって、創造者で、まあ、初めてこう幾何学的なこととか、うん、アートっていうもののをつながる一つであったりとか、うん、それとか、まあ、あの人間の衣食住の一つであるっていうものをやってて、うん、で一回そこを分かった瞬間 ね、はい、あのね、ヒーロー像というのが生まれたんです。ヒーロー、はい、だから昔は例えば何になりたいっていう職を僕は探したんですけど、はい、職ではなくて僕はこういう人になりたいなっていう、はい、ふうに思い始めたんですよね。そして考えてみたら、僕は実は父親が建築家であって、はい、あ、そっか、お父さんも建築家だよ。で、僕は子供の頃から建築っていうのは少しスムーズに入ってきてたんですけども、はい、あ、そっか、こういう建築家という、うん、建築家というこうタイトルを抜けた、そういうこういう人になりたいなって思い始めて、そしたらすごく早くて、じゃあ学校にまた戻って、うん、まあ、その時に初めてやっぱ人生で一番勉強、まあ、アメリカの学校っていうのは入るのは簡単なんですけど、やっぱ勉強をいっぱいしないと出れないところで、うんうん、でそこでまあ頑張りながら、まあ、英語とか、ね、倍以上勉強しながらということで始めて、あの本当に普通にまあヨーロッパに行く機会があったりとかして、うん、ヨーロッパでいろいろ真の建築を触ったりとか、うん、でそういうしながら、知らない間に日本人としてこう自覚を思い始めたりとか、うん、でまたアメリカに戻っていろいろ企業でこう働き始めた時に、うん、あ、僕はこのボスは尊敬しているけども、自分のライフスタイルには合うかな合わないかなっていうふうに疑問に思い始めてて、それはワーカーとして、従業員として働いてた時に、はい、自分のボスを見て、はい、自分のボスをいろいろ見ながら、例えばね、うん、あの当時は僕はいろんなところ転々としたこともあったんですけど、はい、何か悪いことがあると会社のせいにして、はい、で次の会社を探すわけですよ、うん、例えば給料が高くしたいと思ったら、はい、このもうここはダメだと思って次のところ探すでしょ、うん、でなぜか答えがいつも外にあるような思ってて、うんうん、会社をどん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 こう移っていってね、はい、いつになったら答えが見つかるのかって考えた時に、はい、あ、それは自分で作らなきゃいけないなっていう、自分で作るしかないと作るしかないなっていう、気づいたのは何歳の時ですか、はい、それが27ですかね、28ですね、はい、28、独立した時ですね、はい、そうしてどういうライフスタイル、もしくはどういう会社を作ろうと思ってスタートされたんですか。そうですね、その、まあ、簡単に言うと、まあ、はい、当時はでも実あの正直言うとそんなにあの明確に分かっていたことではなくて、うん、自分が例えば作業デザインですから、デザインはうまくできたと、うん、デザインがうまくできるってことは会社を経営ができると僕は思ってたわけでしょ、うん、当たり前のように、うん、でもそういう実際に自分の事業を開いたら全くそんなことはなくて、うん、技術は確かだけどもマネージメントもしなきゃいけないし、当然アンチョピノワーっていって企業的な考えを想像しなきゃいけない、アンチョピノワーですよね、はい、そういうことをこう考えながらって、だから始めた時は自分のなんていうのかな、野望みたいなものを追い続けてたんですけども、はい、あの一つだけこう考えがあったのは、うん、あのこの会社の名前アルトゥーフォーデザインっていうんですけども、204デザインっていうんですけど、はい、